9月17日からの2泊4日、強行日程ともいえる、英国エリザベス女王の国葬に出席するために訪英していた天皇皇后両陛下は、20日夜に無事帰国されました。現地では、チャールズ新国王、カミラ王妃に天皇陛下が直接弔意を伝え、また上皇上皇后陛下からの言葉も伝えられたということ。そのような中、陛下や皇后様は、英国でどのような人たちと会われたのでしょうか。会話の内容は明らかにされていませんが、今回は、陛下の側近が明らかにした、多くの要人たちが紹介されています。オランダ王室と皇室との特別な関係とは、天皇陛下がお一人で出席して話題となった、19日、チャールズ国王主催のレセプションでのこと。そこでは、チャールズ国王とカミラ王妃をはじめ、多くのヨーロッパの王族と会われたようです。特にオランダのアレキサンダー国王とマキシマ王妃、ベアトリクス前女王の名前が具体的に挙がっています。オランダ王室と日本の皇室は非常に親しい関係にあります。2006年8月、オランダの当時のベアトリクス女王は適応障害と診断された雅子さまの療養のため、皇太子時代の両陛下と当時4歳愛子さまをオランダ王室の別荘に招待しました。弾けるようなご一家の笑顔が印象的ですね。またアレキサンダー国王と陛下は2004年に設立された国連水と衛生に関する諮問委員会の議長と名誉総裁として活躍。この時以来の親しい関係だったことによって、オランダでの静養につながったとみられます。ブータン王室との親交。陛下はレセプション会場まで各国元首と乗り合いのバスで移動されたことも話題になりました。その車内では、ブータン国王夫妻と一緒だったということです。陛下は、ブータンに1987年に訪問されています。王族以外では、マクロン大統領夫妻、ユン韓国大統領夫妻にも会われたそうです。ユン大統領とは初めて挨拶されたということでした。トンガ国王には、ザン噴火のお見舞いを。20日の国葬後にも、レセプションが開かれました。この時のレセプションには、天皇皇后両陛下で出席されました。この時は、国葬の席で隣となったマレーシア国王夫妻、ブータン国王夫妻、トンガの国王陛下と親しく話されたということです。トンガの国王陛下には火山噴火のお見舞いを伝え、両陛下が戴冠式に招かれたお礼を伝えたそうです。2015年7月、両陛下は、スポー6世の戴冠式に出席されるためトンガを訪問されました。その時、療養中だった雅子さまにとっては、2013年4月のオランダを訪問以来2年2ヶ月ぶりの海外公務となり、両陛下はトンガの温かいもてなしに深く感謝されていたということです。両陛下は通訳なし、側近なしで直接会話もしたのですが、実は国葬後のレセプションの映像がないのが残念です。会場には側衛官、侍従長、通訳も入れなかったとのこと。両陛下は多くの王族、国家元首らと直接言葉を交わされたのです。両陛下のもとには、これまでに交流があった人、なかった人、次々といろいろな人が挨拶に来たようです。両陛下は時間の許す限り、言葉を交わされました。具体的な名前が明らかにされない方も多いのですが、数カ国の大統領夫妻、英国の外務大臣、貿易大臣、教育大臣のほか、メイ元首相。また陛下は、パナマのロヨ元大統領のことを、懐かしそうに側近に話されたそうです。ロヨ元大統領は、1980年に陛下の成年式の宮中晩餐会や国賓として、日本に招かれています。さて、日本に戻り、宮内庁長官の言葉は、両陛下のご訪問、本当に良かった、とするものでした。9月22日、宮内庁西村長官は、両陛下帰国後の記者会見で次のように述べました。両陛下が代表する国民の弔意は、英国王室そして英国民に十二分に伝わったと思います。また、今回の国葬には世界中から多くの国王、大統領と元首クラスが参列しましたけれども、両陛下は、こうした多くの参列者と交流を深められたことにより、国際社会における日本の皇室の存在感をお示しになったものと考えています。今回、
両陛下にご訪問いただいて、本当に良かったと率直に感じているところであります。とするもの。皇室の海外訪問は、外交交渉ではなく、あくまで、親善です。それは、長く続く交流の中で培われていくもの。2017年の上皇ご夫妻のベトナム公式訪問以降、感染症が拡大してしまったため、5年以上という長い期間、両陛下による海外公式訪問が途絶えていました。今回、両陛下での国葬出席のためのイギリス訪問は、皇室による国際交流の素晴らしさを改めて感じさせるものとなりましたね。さて、皇室外交と呼ばれる事柄ですが、これまで令和では感染症拡大により、天皇皇后の外交訪問はなく、日本に訪問する王族との交流に限定されていました。今回、初めての外国訪問で、各国王族との交流がなされたということになります。今後、状況を見ながら、各国への訪問が検討されることが考えられます。その他、最近では、多く使われるようになったオンラインの利用により、各国王族との交流が図られる可能性もあるかもしれません。重要なのは、そうした状況を、ちゃんとメディアを通じて伝えられれば、令和流のあり方が、より見えてくるのではないでしょうか。両陛下の情報発信については、メディアがあまりにも閉鎖的に見えて仕方ありません。一連の記事に接すると、日本には、皇室は必要であることを実感します。今回は、日本でも大きく報道されました。しかし、皇室外交に関して訪問先のマスコミは大きく取り上げるのに対して、日本のマスコミは扱いが小さすぎます。これも今の国内で、皇室の存在感の希薄化につながっていると思われますので、マスコミはその姿勢を改めてほしいと思います。また、この機会に改めて、万世一系で皇統を維持していくことの必要性と認識を、新たにする人たちが増えてくれればと思います。生中継の際、動画で陛下の姿が放映される機会は少なかったですが、A メディアがどのような各国の王族が参列されたか名前を挙げるときは、数が多すぎで全員のお名前を紹介することができない中、多くの報道で、日本のエンペラーのワードが、ほぼ含まれていました。BBC では陛下の学歴を、スカイニュースでは日本の神道では、主は汚れとみなされているので、天皇陛下ご自身のご参列はいかに特別なことであったか説明してくれました。また、スカイニュースでは陛下が、王族のグループを先導しながら、ウェストミンスター寺院に入られたと、アナウンサーがコメントしていました。日本では、全く報じられることもない状況でも、陛下のご参列は目立っていたことが物語っています。そして、米市では、専用車を所望する一部要人と対比させて、バスに進んでお乗りになる陛下に好意的な記事も出ました。各国の要人と窮地の中なのも、陛下ならではのことですね。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。